大分県立別府羽根室大高等学校は、かつて大分県別府市の田にあった県立高等学校である。略称は羽根室。2008年1月9日に大分県教育委員会が公表した2010から2014年度の後期高校再編計画の検討素案においては、本校と別府青山高校と統合し、 新たな高校を別府青山高校の敷地に設けることが提案された。同年8月27日に県教委が決定した最終案では、本校及び別府青山高校に加えて別府市立別府商業高校を県立高校に移管した上、3校で統合を行うこととなった。新設校は2015年4月に別府青山高校及び同校と隣接している。 別府商業高校寮校の敷地に開校した。普通科4学級、商業科3学級、グローバルコミュニケーション科1学級の計三学科8学級が設置されている。名称は別府省青、別府総合、別府希望家級の3案の中から大分県立別府省青高等学校が選ばれている。省青の省には羽根室の羽が含まれていて、読みは 別府商業の省と同じであり、また、青は青山の一時である。2017年3月31日、最後の生徒である第32期生98人の正式な卒業をもって本校は並行した。卒業生の総数は6808人。なお、跡地の利用は今後検討される予定。ありがとうございます。